何ですかこの人生は。独身40歳、手取り16万。何が楽しくてこんな生活を。ブラックワールド。彼の名は小杉、40歳独身。現在は田舎の工場で非正規労働者として働いている。まったく、どうして私がこんな仕事を。生活は苦しく、月の収入は手取りで16万円。独身寮で一人暮らしをしている。彼がなぜこのような仕事をしているのか。それは遡ること3年前、彼の父が病気で入院することになった。ああ、父さん、どうしてこんなことに。当時サラリーマンをしていた小杉は仕事を辞め、実家に戻って毎日入院中の父の様子を見に行くようにした。しかしその甲斐虚しく、父親は他界。父さん。父親を亡くした小杉は絶望感と虚無感の末、実家で引きこもりになった。それから1年ほど経過して貯金が底をつき、働くことに。しかし1年間の空白期間、特に病気をしていたというわけでもないのに仕事をしていなかったことは社会的信用を損ない、就職を難しいものにさせた。私はただ父を亡くしたショックで家にいただけなんです。面接に行っても結局採用してもらえず、小杉は最終的に地元のライン工に就職した。ただひたすら部品をコンベヤに流していくだけの仕事でしか。つまらないが仕方ないですね。ライン工の仕事は単純、工場で検品が終わった部品をひたすらコンベヤに流していくだけだ。基本平日8時半から17時半までの勤務だが、イレギュラーな作業が入ると。おい、コンベヤの不調だ、一旦作業中止。作業中止になってしまうと、コンベヤを一旦止める必要がある。その間に進むはずだった仕事はどうするのかというと、土曜日に仕事をして埋め合わせをするのだ。なんということですか、コンベヤの不調で作業中止。そんなことで私の貴重な休日が潰されてしまうなんて。人と話すことが苦手な小杉にとっては、サラリーマンをしているよりこういう仕事の方が向いているのだが、小杉本人はこの仕事に不満を持っていた。何ですかこの人生は。独身40歳、手取り16万。毎日同じことの繰り返しで、暇を潰す方法も趣味を謳歌するための金もない。何が楽しくてこんな生活を。金のない小杉は休日は独身寮でぼーっとしている。家賃は月2万、水道光熱費通信費はそこまでかからず、安く住めるのがメリット。しかし田舎の中心街から3駅離れたところなので、周りに娯楽が一切ない。まあそもそも娯楽があったところで月16万ではろくに遊べませんがね。暇なら暇で、休日は昼まで寝るなどすればいいのだが、小杉にはそれができない。毎朝7時に起きて仕事に行く習慣が体に染みついてしまっており、日曜日だろうと7時に起きてしまう。早く起きてもすることはないのに。朝か、朝食を食べましょうか。近くにコンビニもないので、朝食はスーパーで買ってきた食材で適当に何か作るのがルーティーンだ。朝食を済ませ、掃除洗濯をした後はひたすらテレビを見るだけ。日曜は面白い番組がありませんね。これもいつものことですが、ぼーっとテレビを見ているといつの間にか昼になっている。昼は大抵買いだめておいた焼きそばを炒めて食べるだけ。ズボラな小杉が作る焼きそばには肉も野菜も入っていない。ライン工になってから2年ほど、毎日こんな食事をしていると飽きて味もしなくなりますね。そんな小杉の月に一度の楽しみは、スーパーでパック寿司や牛肉など普段買わないものを買うこと。たまに食べる寿司、牛肉、最高ですね。彼の生活は誰から見てもただれているように映るだろう。昼食をとった後はひたすらネットサーフィンや読書に明け暮れる毎日。
そして夕飯の時間になったらまた焼きそば。そして夜12時までには就寝。これが彼の休日のルーティーンである。一見何も趣味などないようにも思えるが、彼にも趣味というか最も性を強く感じるものがある。それはパチンコをすること。今月も軍資金が用意できた。さあ行きますよ。彼は月に一度日曜日に電車で1時間かけて市街地に出かける。そこでパチンコをするのが彼の最大の楽しみ。今日は本気で勝てる勝てる勝てる。ルーティンワークの日々を送る小杉にとってパチンコは最も熱くなれる時間。おかしいな、今日は当たると思ったんですが。結局この日は1万円負けで帰ってしまった小杉。小杉はこれまでに10万円以上パチンコで負けているのだが、勝った時の興奮が忘れられず、やめることができないでいる。パチンコから帰った後は、ひたすら自分の人生について考え込む時間が始まる。私の人生、何がどうしてこうなったのだろうか。父さんが倒れたから、それとも私がもっとまともに勉強しなかったから。明日からもただひたすら何も考えず働くだけの毎日が始まる。小杉はそう考えるとひどく虚しくなり、涙まで流してしまった。どうして、どこで間違えたのでしょう。私はこれまで真面目に生きていたはずなのに。そうだ、結婚、結婚さえすれば私の人生もまだ変わるチャンスがあるかも、などと考えることもあるのだが、小杉はすでに40歳。しかも貯金なしで今後出世することもありえないだろう。そんな小杉の前に結婚したいという女性が現れるはずがない。小杉はウキウキしながら婚活サイトを調べたが、そこにあるのは20代希望、年収500万円以上希望、清潔感のある男性など、小杉にはどれも当てはまらない条件を提示してくる女性のリストのみ。どうしてこんなに高望みをしているんですか、世の女性たちは。ちなみに小杉はこのように結婚しよう、婚活サイトを見る、絶望するという流れを月に一度はしている。それも決まってパチンコに負けた後になってからやり始める。自分の人生は他人がどうにかしてくれるとばかり思っていて、自分で努力をしてこなかった。かつ単純なルーティンワークで脳を使うこともほとんどなく、記憶力が低下してしまっているのかもしれない。もしくは辛すぎる現実を直視しないために脳が自動的に記憶を消しているのか。そのことは小杉自身にもわからない。私はどうすればいいんですか。年収なんて300万もいかないし、手取りにしたらもっと低い。そもそも20代じゃないし、結婚なんて夢のまた夢だとでも言うんですか。ひどすぎる、どうして私がこんな目に。自分の身に起きていることも他人のせいにしてしまいがちで、自分でどうにかしようとは全く考えない小杉。考えても仕方がないことを延々と考えてしまっている。考え込んでしまっているうちにすっかり深夜2時になってしまう。40歳の体で短時間睡眠で工場勤務は応えるというのに、考え込んでしまって眠ることができなくなっている。こうなると慢性的な睡眠不足で作業効率も落ちてしまう。寝たらまた仕事の時間になってしまう。でも寝ないと体力が持たない。私の人生はどうしてこうなってしまったんですか。小杉は涙を流した。しかしその涙の理由も本人は分かっていなかった。私の名前は小杉。私は現在コンビニ弁当のライン工の仕事をしている。新卒1年目の頃は普通の会社に就職したのだが、人間関係がうまくいかず1年で退職した。小杉くん、たまにはみんなで飲みに行かないか。あ、何、行くの行かないの、はっきりしてよ。
どうして私はこんなにもコミュ力がないんでしょう。変わりたい。こんな自分を変えたい。仕事を辞めた後、私はコミュ力を向上させるため、スマホで見た求人を探していった。コンビニ弁当の LINE 校？アットホームな職場。アットホームですか。アットホームという言葉の響きを魅力的に思った私は、早速その求人に応募した。求人を見て、はい、ありがとうございます。電話口も優しく対応してくれて、トントン拍子に話は進み、私はコンビニ弁当のライン校で働くことになった。前は職場の人間関係に悩んだけど、今度は大丈夫です。アットホームな職場って書いてありましたし、頑張るぞ。入社してからは、レーナさんという方が教育担当になってくれた。これからよろしくね、小杉くん。はい。レーナさんに仕事の説明をしてもらったが、私が思っていた以上に LINE 校の仕事はルールが多いようだった。前日に生肉を食べるのは食中毒予防のため禁止。毛羽立つ私服は異物混入の危険があるので禁止。意外と細かいですね。それじゃあロッカールームを案内するね。こっちよ。はい。それじゃあこれに着替えてね。制服ですか。あれ、でもポケットがありませんよ。ポケットなんてないよ。何か異物を持ち込んで、もしもお弁当に入ったら大変でしょ。それと仕事中スマホを見ないためってのもあるのよ。はあ、スマホの持ち込みも禁止ですか。スマホを見るのにいちいちロッカールームに戻らないといけないんですね。はい、じゃあまずは体調チェックからするね。次に服装チェック、そして体にローラー、色彩チェックと指紋認証。なんだかチェックされることが多いなあ。そんなに神経質にならなきゃいけないのか。レーナさんにいろいろとチェックされた後、ようやく厳重な扉が開いた。やっとです。これだけで5分も経ってますよ。はい、それじゃあ中に入っていいわよ。ってどうしたの小杉くん。いえ、何でもありませんよ。扉が開いたらようやく仕事というわけでもなかった。うわ、何ですかこれ。アルコール消毒よ。その後エアシャワーもあるからね。なんだか思っていたのと違うような。こんなにもいろいろされなきゃいけないなんて。ようやく中に入った後は仕事の説明をされた。食材管理部門では食紅に防腐剤を入れていくことになるわ。私が普段食べてるものにこんなものがこんなに入ってるんですか。そうよ、当たり前でしょ。次におにぎり部門。おにぎりには油を大量に入れてpH調整も行わないとね。どうしたの、大丈夫。いえ、コンビニ弁当って食えたもんじゃないですね。まあ初めて見るとびっくりするかな。一通り説明を受けてようやく作業をすることになった。すると、あら、話に聞いてた新しい子、若いわね。私たちがいろいろ教えてあげるから安心してね。はい。アットホームな職場って本当だったんだ。説明を聞いている時は最悪だったけど、ここなら頑張れそうだ。作業が始まり、コンベアに流れる容器に食材を入れていくことになるのだが、締め切りが厳しく、素早く動かないとどんどん容器が流れていってしまう。あわ大丈夫よ、初めてのことなんだし、慌てない。はひ。おばちゃんたちにフォローされながらやっていたが、優しいおばちゃんも何度もミスをするとさすがに不機嫌そうにしていた。あのさ、さすがにそろそろちゃんとやらないと帰れなくなっちゃうよ。そんな。いいじゃない、仕事が遅れたらその分やらなきゃいけないんだから。もうひ24時間は働いたんじゃないかと思うくらい時間の流れが遅く感じた。ようやく仕事が終わった。
あんたこの2週間は昼勤だけど、2週間後は夜勤だからね。これぐらいでへばってちゃダメよ。ねえ、夜勤？聞いてないの？うちの工場は24時間稼働だから2交代制で回してんのよ。そんな、中勤でこんなにも疲れてるのに、これでさらに夜勤まであるなんて。そして2週間が経過すると、私は夜勤当番になった。夜勤になると、昼のおばちゃんたちはおらず、寡黙なおじさんが多くなった。気まずい。ひたすら無言の時間が流れるが、私は相変わらずミスをする癖が抜けず、ミスすると。何やってんで、ジョンクシー！ひぃーと、いきなり怒鳴られる。休憩中はみんな寝てて、全く話さないし、私、こんなところに来たのは間違いなんじゃ。休みの日は仕事の疲れが溜まりすぎて、一日寝ているだけ。だんだんそんな生活のしすぎで精神的におかしくなっていった。何ですかこの生活は。アットホームって何ですかね。ゴールデンウィークに入ったが、私は変わらず工場へと向かう日々だった。しかしある日。パパ、遊園地楽しみだね。あんまりはしゃぐんじゃないぞ。道行く家族がとても幸せそうに見えた。私は何をやってるんだろう。恋人もおらず、休みの日は寝ているだけ。家と職場の往復。何度言えばわかるんだよ。はい、すいません。いい加減覚えてほしいんだけど。すいません、すいません。毎日ヘトヘトになるまで働いて、怒られての繰り返し。何も楽しくない毎日。アットホームな職場って何だったんですか？なんで私はこんな仕事を。うわぁ。私は泣きながら今日も容器に食材を詰めるだけだった。ここまで見たお主らは見込みがある。チャンネル登録をしていくがよい。